B 側からアッパーから抜ける判断、階段側ジャンプピークして後ろで、でも全部これはねここやばいでしょ。ロブが飛び回る。これレイタがこれめっちゃいいアングル入って、ここをマジで普通に死にます。ブラッシュゲーミング、これまずレイタやばい。これ全部倒すの、まあ、全部もう気にするアングルが2個あったから、これ難しいんだよね。さあ瓦礫を取り返した。ちなみに構成ちょっとおもろいね。バレル、そして B でラークするのはゼファー。おこれレイズオーメン相場スカイキルジュイめっちゃ強そう。でも戻りの警戒もバレルしっかりと見ています。このワンピック重要、強い。打ち勝ってるのはバレルです。いやこれプッシュめっちゃいいね。いることに気づけるか。いやミリオン強い。おめでさんいいね。ミリオン強い。ここはボム落ちた、ボム落ちた。いいカバー、トニーめっちゃいいカバーだね。でこれ走って合流して、めっちゃいいめっちゃいい。ブリングめマジでいい。何が起こってもおかしくない。走って合流して一旦 A リンク側、時間をかけて頭が見えるか。それ見えない。あっとっと、ここはトモしっかりと抑えました。村毛のこの今 C 側のプッシュマジでいい。ここのラウンドの決め手これだろうね。もう一回自分たちが人数かけてプッシュすることによってエリアを広げて、でこれワンウェイムだったりスモーク耐えたりして、 A 側は遅延できるプレイングにして、 B 側は人数かけないサイファー使って、この C プッシュがマジでいい。よかったね。トレイルブレイザーブーンボットが C サイトに、これによって C から。あこれ見てた、わかりました。レイターは見つかってはいないものの、やはりクラシック。ここエコじゃん。でエリアも相手めっちゃ取れてます。大丈夫そうですね。はい、詰めてで、これさ俺的によ、まあこれ俺的になんですけど、スカイの犬ミスってるのは前提において、これによって C 確定は。ここまで取ったら、まあもっといいプランとしたかったよね。1個わかりました。レイターは見つかった。いいプランとしたら死ぬんだけど、クリアリングミスだから。でこれ C 側いいシュラウドステップ、これ気づいた、気づいた。でここでトンボさんがここワンキルしてんのでかすぎ。これがまずめっちゃでかい。1個前線でこれでめっちゃ勢いよく入ります。で時間食ってます。でこれではいはい入ります。ここ打ち合ってます。ビジさん打ち合ってます。ファイトレイタがこれめっちゃいいアングル入って、ここマジで普通に死にます。これまずレイタやばい。これ全譜倒すの、全譜もう気にするアングルが2個あったから、これ難しいんだよね。なんでかっていうとゲージがあったから、どのアングルが出てくるか分かんなくて、ここのピークもあるから、すごいエイムのルートが3ルートあったの、合わせるところが。だからそこのタク引けなくてレイタに倒されます。これは、まあ、まずうまい。レイタのこのゲージもめっちゃうまい。ハンドガンでこれゲージ倒された後にレイタがここ倒す、でかい。これマジでかい。これスーパービッグで、普通にトンボさんがまたキルして、もうナラス残った。うわー、レイタはうますぎない。これゲージ射線キモすぎる。レイタのゲージマジうまい。武器差を人数差でボコったっていうのもあるけど、なんか武器差を武器差としないプレイングじゃない。でリコンこれ壊して、あ手前いるってなって、これゼファーがそこを開けに行って、いやこれオーバーステイっちゃオーバーステイだな。レイタもこれ前目詰めてガンダで引いてもよかったかも。相手のスキルを壊したかったりプレッシャーをかけたいから前目に残るっていうタクを取ってるのはめっちゃ理解できるんだけど、まあ、ちょっと難かったね。ここはトンボのハンターズヒューリーで遅延を行いますが、設置までは持ってきました。トンボさん当てるね。ハーフが2人一応バンナンそのまま移動しながらミリオンを仕留めました。ここ重要、これゼファーの一番。うわゼファーうまっ、うめえ。ゼファー立ちマンのうまい。いやシェリフスが返す、ヤバすぎる。やばすぎる。今さコメントであって、ただ強いで終わるから解説助かる。あのねこれただ強いです。バンナン細かいミス一つでラウンド落ちてくる。まあプロレベルは落ちるでしょう。わあこれトンボさんのドロメッチ怪しい。ここワンキルしてこのジャンピ、これマジミリオンのミクロでしょう。ミックマックマックじゃない、これミックです。ミリオンのミックが素晴らしすぎる。これバンナンがこじ開け、これマジでミリオンのミックで取ったラウンドなんで。ミリオンがその状況をひっくり返しました。いや素晴らしいすぎる。4対1ショーストッパーを避けて、これもさ、これさ俺バレルに突っ込むのもあれだけどさ、こんだけさいいエリア取りしてるのにさプラント位置もったいなすぎん。ショーストッパーマジでヘブンプラントでいいじゃん。パーを避けて、いやこれ全譜の立ち位置面白いですね。スパイクを設置、さあ全譜のスカイがどのタイミングで入れるか。でもギリギリまで見てます。アブソル
我慢グラブね。ここビジナイスワンキルしてどちらが先に外すか。でここ顔出さないアブソルが引いた。アブソルさんマジ偉いね。で足音全譜がなこれはもう全譜は最後まで引いて入って残ってドア開けるかなと思ったんですけどリンク回ります。いやこれ時間なくなってきますよ。でこっからよね。こっからアーブソルこれスーパーナイスキルでスモーク鍛えて遅延サイトなんか取り切ったラストワン全部ここ Y ピーク Y ピーク1V1 ここ覗くべきじゃなさすぎる。全部の到着なんで 1V1 フラッシュハーフエライ集中しろあえてオーバービーク時間を稼ぐセーフ。いやいい読みだこれが。ここもでかいんですよね。3人に仕留めてラウンドバレル。正解はプラントを殺しに来るのをしっかりカバーアングル作るだろ、はい、フリーズをそうなんか思い出すような配置ですね、はい、そうですね。ミリオンを信用した配置ですね。そっちは任せると。あとは4名で B と C を固めて守り抜くから。さあパラノイア入れてエントリーそれの配置バンバンです。 A リンクの勝負おパワーリコール上手すぎ。ムラッシュに逃げ場を与えません。ここなんでこうなったんだろうね。で B と C を固めて守り抜くから。はい、パラノイア返します。さあパラノイア入れてエントリー。いやこれねパラノイア止まってないのがマジで一番偉いよ。パラノイア食らいながらもこれマジ無理やりバンナン入ってそこフラッシュでピークしてるじゃん。ここはねもうそのバレルのチームとしての強さが出てるかも。あまりにもアクションがない AC そしてアクションが起きる B サイト何かを感じ、ブラシと対応しますがそれでも B サイトの中に入られています。そして取り返しが難しいミリオンはアウトローパラノイアを入れてビジュが入っていく。オールドローン後ろから流して、まあ、これもちょっと一貫性ないよね。このドローンと一緒にピークみたいなの悪くないし全然嫌いなプレイングじゃないんだけどこれに対してもっと全員がアクションするべきだよね。ここビジさんちょっと出すぎ。オールドの後ろから流す。オーバープレイすぎる。それでもロボこれレイタ来てからみんなで入った方が絶対勝率高いよ。これアブソル君倒してさあこれで車線が1個増えた。トモさん倒してまだあるぞ難しい戦い。で倒してレイタが釣ってトンボが仕留める。これゼファーの位置も面白い。シーカーさあシーカーに釣られてゼファーの姿が消えていく。ゼファーこれグッドプレイだね。ゼファーが見せれるか。ワンワンフラッシュ4秒弾がない。5発4発いやこれフラッシュ溜まりますよ。そのまま行く。さっき残り2発これが全部なるか。ドエロいね。あと1発エロードのタイミングがノータイム時間がない。時間がない取ったら全部うまいね。前さんゼファーがを隠すムーブがマジうまい。これスカイウルト切るムーブマジ上手だね。ブラックヒズ思い切りましたね。階段までフロムザシャドウズ、うん、そして A サイト中3側はショーストッパーでクリアリング。下がるしかありませんブラッシュ。そして後ろからここも3名これワンキル取って2キル目取ってこれ最高だね。これマジで最高。これですねトンボ選手のマジで素晴らしすぎる。ロブトンボさんこれマジでここはトレード守り切ったブラッシュ。トンボさんソーバウルトンの精度マジでトップ3本指に入るだろう、ね、7対5での折り返し。後半攻めるムラッシュゲーミング守るバレルで試合スタートです。まずは B と C。 これはこれピストルラウンド C の前の、ね、普通に B 側がっつり入ってて相手を確認して本命は B 後ろからついてくる形でアブソルこう C リンクまで押さえてます。おもろいね。この高めの位置に取ったことによって前夫にアビリティを使わせました。そしてリンク側壁は割れていない。割った瞬間に一気に潰すと。いやロブのショックボルト理解してそれショックダーツで打ってと打ちで倒す。これ素晴らしいね。これロブマジでうまい。そしてメイン2人ビジュのビジュの裏取りですよね。ここですね。これイタイマイスモークマイバンナン強い忍び寄るビジュでここで3人相手にどう対応できるんだ。うんこれマジでね。そしてメインこれね難しい。これかなり難しいけどこれレイタワンキルします。これね俺的によ俺的にこれね俺マジでビジさんの位置分かんなかったと思うんだよね。ここビジさんのこと信じてめっちゃ引っ張ってもよかったかも。 A 面当たりそうですね。瓦礫でのファイトです。ペイント弾が飛んできますがあこれ瓦礫裏にペイント弾が入ってましたがアブソルそのままアップドラフトを使って上に乗りました。うん賢いですね。はいあれ裏に入ってたらペイント弾の餌食でしたね。はいそしてダーカバースモークの中にはフラグメントを入れてしっかりクリアリング。ナノスワーム展開してゼファーが
スリーからの進行を許しません。苦しいポジション、オーディション苦しい、ドローン壊しきりたかったね。そこを逃がさなかったアルドルです。ただもう2名いる。でこれいいカバー取れた。タイムク分かってるけどちゃんとミリオンが覗いてると突破しました。ムラッシュゲーミング人数状況4対2。フェイクスの偉いなミリオン。相手武器弱いからカバーめっちゃ速い可能性もあって、あそこプラントフェイク挟んでそういうワンチャンス狙うプレイヤー引っ張ろうとしてるのめっちゃいい。こういうとこはねやっぱミリオンうまいんだよね、細かい部分。このオセプションのコピー全部ブラックウィズがどのような動きを取るか、そこを消し去るようなこの弾幕、オーディンです。一人、さあ今度このラウンドはパレルしっかり守りきりたい。正直内容的には2マップどっちに転んでもおかしくなかった気がする。いやちょっとこれ離婚すらなかったので C と B のよりも早めにできそうですね。さあブラックウィズ耐えれるか。シチュエーション多いね全体的に。こんなこと言うのもあれだけど、はい、無理をしません。足音が3つ以上入ったか。ここは一旦バックです。ここねー、これブラックウィズ素晴らしすぎるよ。プレーのディテール、ミクロがここの前目までプッシュしてるのに対してゲージが来てます。でフラッシュでピークされて食らって引きます。で食らって引い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 て、で引いてここのポジションまで入れました。ここがまずうまい。でラッシュ人数多いからスモークを返して、このナイフが来てるのにもかかわらずそのナイフに間に合うようにパラノイアを返した。ここブラックウィズのミクロしか出てないね。これブラックウィズ素晴らしすぎるよ。パラノイアも受けてそれでも耐えています。ブラックウィズが取ったラウンドだな。これでまあゼファーのポジショニングもマジでいい。さらには扉だか B 側に落ちた。これはもうゼファーのプレイングもマジでいいね。ウィズさんこのオーメン完璧すぎ。今度はゼファのターンだ。パーフェクトバレル。かなりやっぱ打ち合い、戦うとこ戦うよっていうチームになってますよね、うん。まあ、基本的にやっぱり FPS なので、はい、うん、そこから逃げると負け試合になってくんですよね、はい、そこを理解してると思います。さあここもやはりトルコ人のコーチ YT の教えもあったかもしれません。しっかりファイトしていく動きです。ローブも同様しっかりプレッシャーをかけていく。オーディン B 側からアッパーから抜ける判断。カイナ側ジャンプピークして後ろから全部全部一掃する。これはね、いや見てたけど全部強いだけだね。それでも持っていった。そしてエースやばいでしょ。ロブが飛び回る。でこれエース獲得終わり。全部強いだけでしょ。いや絶好調ですね。最強でしょ普通に。ここのビジュさんのジャンプピークはうまい。このビジュさんのジャンプピークめっちゃうまい。アブソル君のオーバーピークめっちゃいい。でもそのオーバーピークとんでもないフリックで殺します。ここで止まった、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 これだけかな。ここで止まったのがうってなったけど、これはまあ止まんのおかしくない。別に何ら止まっても理解できる。リロードはしなあしたか。全部書いてますね、はい、全部手が届いてる。本当に素晴らしいです。はい、ハンターズキュウリさあそしてアブソル、うまいね。あーこれいいベイト、よく隠したの。まあでもミリオンナイスカバーで、これカバーの取り合い勝ったね。命をかけながらも突破する3対2。ただ全負が間に合ってっているのがカバーの取り合い勝った。まあ BJ さんの体力がちょっと心配だけど、まあここから巻き入って、ここを突破するしかない。いや全部強っ。ムラッシュ超えれるのか。でウィズがいいタイミングで裏入ってアクションがうまいね。これもフィジカルの強さ顕著に出てる前半。このバロランドの競技心をフルから支えてきた。でトンにワンキル返した。パラノイア食らって相手どこいるか分かんない。シュラスティ使ってるかもしれない。警戒するとこ多い。でブラックウィズが勝ちますと。ブラックウィズ13対6。いやバレル強いし、うまい GG だったね。特にロータスフィジカルのギャップ感じたかも。